旗屋と大量器居酒屋にある大量器八戸漁港に停泊するイカ釣り漁船に掲げられた大量器大量器とは日本で漁に出た漁船が大量で寄港する際に船上に掲げる旗。地方によってマネ、フライ機とも呼ばれる。デザインの多くは会場からでもよく目立つよう、あるいは出産祝いに 子供の初セックに飾り旗や祝い旗として、家に飾るなど縁起を担ぐ目的で派手な色彩や大胆な構図で描かれることが多い。鮮明のほか、大量、祝大量などの文字、日の出や、魚、エビス、宝船などの絵柄などが描かれる。基本となるデザインは50種ほど存在し、多くの場合浸水式に合わせて、 親戚や関係者などから寄贈される衆議の一種であり、寄贈者の名が入れられている。大量期の起源については、諸説ある。11世紀頃の船印に由来し、豊量の宝償として選手が、漁師に送った晴れ着である満宿の図柄や技法をもとに、作られたという説がある。また、南北朝時代の瀬戸内において、正解権を保持していた村上水軍が、 通行手形がわりに当てた旗を起源とする説がある。この説は、漁民と通過する船舶を判別するため、漁民の旗と手形旗を異なる色にしたというもので、あるが、現在まで決め手となる有力な文献は出てきておらず、いくつもある、村上伝説のよもやま話の一つと見る向きが、大勢である。同様の説として、平家の落ちうどが、瀬戸内を船で逃れる際、 漁民になりすますために軍旗に様々な彩りを施し、後にそれが大量期となったという季説もある。前述の季節を除けば、1651年、伊勢国区穴の漁民が豊漁をお知らせる旗を掲げたという旨の記録が残っており、はっきりとした起源は定かではないものの、江戸期中期には大量期に類似するものが使用されていたことがわかる。大量とは呼ばれるも、 形容に決まりはないため全く取れなくてもあげられ、漁港に海産物を下ろす時に陸地にいる人に対する目印の役割もある。現代では漁や祝いごとに用いられる。船自体には出航式と帰航式などイベント時に掲げられる。送り迎えの人々が出迎えにも用いる。長寿や出産など新たな門出を祝う機会に飾られたり、震災後には 復興を祈っても養子のなど、復興の象徴に使われることも多い。三陸沿岸で大漁機は、福来機とも呼ばれ、漁船完成時や大漁、公開安全を祈願して選手に送られてきた。2019年には7月27日から9月8日まで、東日本大震災からの復興のシンボルとして、親しまれている大量機を東北の被災三県から集めて展示するイベントが、 宮城県七ヶ浜町の七ヶ浜国際村で開催された。ありがとうございます。